皆さん、こんにちは。育休後コンサルタントの山口です。今日は、みんなは時短をどのくらい取っているのというご質問にお答えしようと思います。時短制度、えー、育児短時間勤務制度ですね。この時短制度、短く、えー、時短というふうに言いますけれども、時短がいつまで取れるのかは、会社によって違うんですね。 で、えー、それぞれの会社がどのようにその時短の精度時短の長さを決めているかについて厚労省のですね雇用均等基本調査という調査結果から調べてみたいと思います今日ご紹介するのは令和元年雇用均等基本調査これの事業所調査というところからデータを持ってきていますこの調査結果は令和元年 2019年ですね10月1日現在の状況を示していますデータはですねのリンクは概要欄に貼っておくので後でご覧くださいこの調査によりますと育児のための短時間勤務制度がある会社は67%ですであの時短制度っていうのは あの育児介護休業法でで決まっているのでです、ね、もし制度がなかったとしてもね時短は取れるんですけれども制度を定めている会社は67%ということです。でこの制度がある会社の中で時短が3歳未満まで、まあ、あの法律はね3歳の誕生日までなのでこれ法律通りという会社、えー、という会社が55.7%。 半分以上の会社が3歳まででとということですねそれに対して小学生になるまで取れる会社が15.3%小3まで取れる会社が9.6%小6まで取れる会社も8.9%あります。で結構ねこれを見ると小学生以上まあ長ければ小6まで取れる会社も結構あるっていうことがわかります。 次にその時短ですね時短を取った場合の短縮した時間は有給なのか無給なのかこれも皆さん気になるところですよねこれについてはですね無給であるという会社が77.2%でした一方ですね有給の会社も11.8%あります これは時短をとっても取らなくても給料が変わらないということですよね。これちょっと信じられないと思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども私実際研修とかで行くとうちの会社は時短でも給料が減らないんですという会社に実際に出会ったことがあるので、えー、実際1割以上ですね11.8%ですから1割以上の会社が時短でも短縮した時間が有給ですということです。 そしてその間のね一部有給という会社も11.1%あるということが分かりましたそして、えー、時短をね利用した社員が男性がどのくらいで女性がどのくらいなのかっていうことについてなんですけれどもまず時短を利用した社員がいる会社は制度がある会社の中で17.7%でした。 でこの17.7%の会社、これを100としたときにです、ね、男女ともに時短利用者がいた会社は2.9%そして時短の利用者が女性だけだった会社が91.9%これ圧倒的に多いですね女性だけだった時短利用者がうちの会社は女性だけでしたという会社が、えー、9割以上ということですね。そして 時短利用者が男性だけだった会社も5.2%あります。ということで時短を利用する人は、えーまあ、圧倒的に女性が多いわけですけれども男性も使ってる人がいてでこの数字がですねあの4年前との比較でねこの先ほどの調査結果に出てるんですけれども4年前に比べると男性の利用があのかなり増えてるということが分かります。4年前 の2015年ですね2015年の結果だとその利用者がが女性だけだけった会社が98以上なんですよでそれが91.9%になっているので女性だけという会社が少し減って男性も取ってる男女ともに取ってるもしくは男性だけが取ってるという会社が増えているということで時短の利用者男性が少しずつ増えているということが分かりました。 でここまで聞いてねうちの会社は制度がないという方もいるかもしれないもしくはね制度はあるけどあんまり詳しいことは知らなかったという方もいらっしゃると思います是非ねもう一回会社の,あの就業規則を確認してみてくださいねそして何度見返しても制度がないという会社もあるかもしれませんその場合でもですね 育児介護休業法という法律で、3歳未満の子供を育てている男女社員は、会社に労働時間の短縮を求めることができるというふうに定められています。そして、すべての会社で1日の所定労働時間を6時間にする措置が用意されていることが定められているので、規則にない場合でもね、あの取りたい場合は会社に申し出てみてください。 そしてね今日の質問みんなは時短をどのくらい取っているのということについてですけれども今日はねあの実際に時短を取っている人が全体の何パーセントいるのかということは数字では探すことができなかったんですけれども会社として時短制度がある会社が67%で何度も言いますけど制度がなくても時短は取れるんですよ。 で制度がちゃんと定められている会社が全体の3分の2ありますよということですね。でその制度が定められている会社の中で3歳未満までが55.7%なので半分強の会社が3歳まで取れますそして4割ぐらいの会社が小学生以上まで取れて小6まで取れる会社も8.9%あるということですじゃあ小6まで取れた方がいいのか。 取れる会社はね取れた方がいいのかっていうふうに考えるかもしれませんけれども先ほども言いましたけれども時短の短縮した時間の分は、えー、ほとんど、まあ、7割以上8割近い会社が無給なのでここはねよくあの確認してくださいね。え時短のマイナス時間が給料が出ないということは結構響いてきます。ですからこれかららこれ 制度を使おうか検討している人はそこもねよく制度皆さんの会社の規則を見てくださいねうちの会社は、えー、短縮した時間の給料が出るのか出ないのかというところそこをよく見てくださいそして、えー、その減った減る金額も計算してみてねこの金額だとどう,なのかなとうちの家計にとってどうなのかなということもよく考えてでその上でね時短を取るのか取らないのか 時短を取らないとしたらどんなふうにすればいいのか取るとしたら子供が何歳まで取ろうかなということをご夫婦で話し合ってみてください。時短かからいいいつフルに戻せばいいでしょうかという質問については別の動画を撮っていますのでそのリンクを貼っておくのでどういう手段で時短からフルに戻すことができるのかというのはそっちの動画を見てください。 今日は、みんなは時短をどのくらい取っているのというご質問にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。